次世代を担う若い人たちに、まあ、放射性廃棄物を低減できる難しい難題に挑戦します。核物理学と原子力工学の英知を束ね、放射性廃棄物の在り方を変える。原子力発電所の使用済み核燃料を処理した際に発生する高レベル放射性廃棄物、現状唯一の処理方法はガラス固化し地層深くに埋設することとされています。しかし半減期の長い核種が含まれるため、長期間の保管に対する不安が払拭されていません。処分場の設置場所がなかなか決まらないという社会的問題を起こす要因にもなっています。人類最大の課題の一つ、核廃棄物に対しどう向き合うべきかを議論する突破口を開きたい。そんな科学的データに基づくプラットフォーム作りに挑戦するのが、乾式再処理技術の第一人者にして日本原子力学会初の女性会長、藤田玲子プログラムマネージャーです。今原子力で一番問題になっているのは高レベル放射性廃棄物です。この高レベル放射性廃棄物をの、まあ、処理処分を次世代に委ねないというのが一番のポイントです。実はですね、まあ、その放射性の高レベル廃棄物の中には半減期の長い、まあ、核種が含まれています、まあ、こちらを、半減期の短いあるいは安定な核種にすることがもう一番よろしいんですけれども、なかなかその核変換の、まあ道というんですか、パスは今まで見つかっていない。半減期の長い核種は数百万年に及ぶものもあります。そこで高レベル放射性廃棄物に含まれる長寿命核種を分離回収し核変換することで、短寿命核種もしくは安定核種になるという誰もが成し遂げていない核変換のパスを見つけ出します。さらにその変換過程で希少な白金属やレアメタルを取り出し資源化することも視野に入れています。非常に面白いことに、核種って結構分類がはっきりしていて、1万年以上の核種と100年以下っておおよそ分かれるんですね。1万年以上の核種で実は非常に半減期がなくて問題だというのは30核種ぐらいなんです、まあ、一番長いものですと数百万年の半減期のものがあるんですけど、それを人間がある程度管理コントロールできる数百年以下の寿命にするというところが大きなポイントです。高レベル放射性廃棄物の半減期を短くする、一見不可能に思えるこのプログラムを実証するのが世界最高のビーム実験施設 RI ビームファクトリーです。半減期の長い核種が持つ壊れ方のパターンをシミュレーションすることで、これまで人類が得られなかった核分裂反応のデータが得られるのです。これにより最適な核変換の方法を確認し、実際の処理技術への落とし込み、すなわち短寿命化へのシナリオを描いていきます。今まで核変換のデータを取るということはどういうことかというと、6カ所にあるような高レベル廃液を持ってきて各種を科学的に分離してそれに中性子を当てるというようなプロセスが必要だったんですけど、実験の RI ビームファクトリーは自分で各種を作ってそれに例えば中性子を当てるとかいうことで試験に使う材料ですね、それをどこからか持ってくる必要はないんです。非常に画期的ですよね。今まで人が全部手作業でやってたことが、まあ、装置一つでできるというところに大きな特徴があります。今回のプログラム2つ大きな特徴があって、1つは高レベル放射性廃棄物を大幅に低減する、もう一つは資源化ということを話しています。
実は高レベル配布から割と簡単に、ね、回収はできるんです。ところが今まで再利用できなかったのは放射能があるから再利用できなかった。放射能がな、まあ、低減されると、例えば自動車産業用の触媒、まあ、そういうものには、非常にいい、まあ、大きく使えるということで、海外市場に左右されないような、まあ、そういう工業的な材料を、まあ、提供できるというところがもう一つの大きなポイントです。長年燃料リサイクルに取り組んできた藤田プログラムマネージャーは、もう一つのインパクトである資源化にも注力しています。分離回収した白金属やレアメタルなどが資源化できるようになれば、新産業を創出すると同時に海外市場に左右されない供給源を確保できる可能性が開けます。これら従来にはない核変換技術が実用化することで、省エネルギー低環境負荷社会を実現する新たな原子力システムの探求が可能となります。私どもが考えているパスが本当に、実際のプロセスとして成り立つかとか、そういう化学反応があるかどうかということが、実験で確認されないといけないですね。理論物理と実験物理ってよく言いますけれども、理論が確認されて初めてそれが本物だと言われると同じように、今私たちが考えているのも一応アイデアではあるけれども、実験で確認してできますよって言わなくちゃいけない。そこがやっぱり一番難しい。ただチャレンジしないとステップアップしませんから、まあ、チャレンジするところに意味があるというふうに考えています。私たちの世代で出た放射性の廃棄物は処理処分するというのが、まあ、一番重要だと。いわゆる廃棄物の考え方を変えられるっていうことが一番大きな価値だと思います。今までの原子力の分野の廃棄物の考え方を完全に変えるものですので、まあ、そこが非常に大きいと思います。